ありがとうございます。ルーさんはね、はい、アイアンと CM で共演して、はい、そうなんですよね。じゃあちょっとやってみましょうか。松浦さん行きたいと思います。せーの、リニューアル。失礼いたしました。あ、春巻今いくつ？17です。でいくつですか？21です。うわ、54です。出た。お父さんのね、お父さんです。私たちのお父さんより私は年取ってるかもしれない。あ、お父さんいくつ？52ですね。ああ、じゃあ41です。41です。年下だよ。年下だよ。やばい、私も年下になっちゃった。そうなんだ。41がお父さん？はい。へえ。なるほど。そんな今大人気の2人、上野樹里さんと三浦春馬くんが初共演。直子伝説の駅伝コミックがついに映画化。一本のたすきが心をつなぐ青春ムービー。2月16日より全国ロードショー。あ、でも三浦君も旅行が好きだって聞きました。エジプトとかこの間行ったって聞きましたけど。旅行ではないんですけど、はい、エジプトには撮影で行ったんですね。小学校2年生の終わり。そんなに。何の撮影ですか？映画？渡瀬恒彦さんが主演のナイルっていう映画なんですけど。僕が日本でエジプトの方にさらわれてしまうっていう役なんです。へえ、それでエジプトでロケされて、うん、どうでした？エジプトは。お腹2回壊して。あれ、歯磨きもしちゃいけないんですよね。その水道水でうがいとかしちゃいけないので。まああとはスフィンクスだったりとか、うん、ピラミッドとか見て、うん、すごいなって思って、うん、でその帰りに、うん、ラクダがいたんですよ、うんうん、いいじゃん、ラクダ乗った方がいいんじゃないの。で僕はもう、うわすごいラクダだって言って、うんうんうん、でちょっとなんかその担当してるっていうか連れてる男の人が、うん、おいよタダで乗せてあげるよって言って、うんうん、あ本当ですかって、うん、で付き添いの人と女の人が僕の後ろにいて、うん、い乗ってみなよって言って、うわすっごい嬉しいなって乗ったんですね、うん、ですっごい気分よく降りたんですよ、うん、乗って、でそしたら豹変して、うん、ちょっと金よこせって言われて、タダって言ったのに、うん、あ、そうなんだって思って、もういくらとられる、いや分かんないんですけど、まあなんか対応してくれて、ね、ちっちゃい時にそんなこと言われたらショックよね。すごくね。いや払った、もう払ったし、僕もうそれで僕はなんかラクダ好きではないです。ラクダ？エジプトじゃなくてラクダ関係ねえから。いやラクダじゃなくてそのおじさんね。その出会いが悪かったね。ラクダに釣るやねえよ。今大注目の俳優三浦春馬くん。大ヒット映画恋空でヒロイン新垣結衣ちゃんの恋人役を務め、同年代の圧倒的支持を集めた春馬くん。イケメンです。そんな春馬くんのマル秘私生活たっぷり見せます。こんにちは、三浦春馬です。今日は僕の部屋にあるものを紹介したいと思います。見たい。まずは僕が大好きなゆずさんたちの CD です。おっと来た。この二人がゆずです。こっちが踊り、まだ揃えてないものがあるんで、うん、揃えたいと思います。次に僕のギターです。あ、好きなんだ。ゆずさんに憧れて、うん、中学2年生ぐらいから始めました。おー、はい、だいたいゆずさんしか弾けないです。あ、そうなんだ。次は僕が最近ハマっている健康ジュースというか、毎日作って飲んでいるものを紹介します。おうじる。ほら、なんかちょっと美味しそうな。バナナ。ヨーグルトジュース。おうじる入れてる。はい。こういう色に。頑張ってるね、健康的だね。美味しいです。バナナジュース美味しい。青汁的な味はしないんです。ああ、そうですね。次に上のジュリちゃんが僕にくれた
ロープと一緒に描いた絵を紹介します。そんなのがあるんだ。まずくれた絵から。かわいい。これですね。うん、全然素敵。この暇は関係ないです。僕が一人で描いてます。現場で描いてたの。これはうまいね。ジリちゃんが撮影クランクアップの時にくれた絵かな。え、独特のなんか素材がある。これは多分もっとクレヨンで描いてる絵で。懐かしい。はい、次は僕とジリちゃんが描いた絵です。誰が描いたの？なんか絵描こうよって。あ、いいね。移動中の車の中で。へえ。そういう話になって。色彩が綺麗。ジリちゃんがまずここを描いて、うん、はい、ハルマって言って、僕が例えばこういうのを描いて、代わり番号で交代交代して。いや、絵のセンスある。絵心ある。絵心ある。ある。ジュリちゃんも上手。独特の世界あるね。なんかね、帰りに、うん、まあ、クランクアップだしっていうことで、うん、あのマネージャーたちがあの、まあ、同じ事務所なんで、まあ、帰り道も一緒じゃないですか、うんうん、で海ほたるに寄っていこうって言って、うんうん、で風景をみんな写真撮ったりとかしてて、うん、私はあのガーって絵で残そうと思って、うん、思い出に残そうとしてたら、いいないいなって言ってて、うんうん、でなんかじゃあ帰りの車で描こうと思って、うんうん、でなんかこうやって丸って描いたら、はい次って言って、交代交代して描いて描いて、それでなんか出来上がった絵。あれ、春馬くんも絵心あるよね。いや、そんな素材。いや、好きだよ。それすごい素敵。好きです、絵は。好きだよね。春馬くんの目に突然の涙。春馬くんはあのゆずの大ファン。あとユズのファンなんだね。はい、すごいね、あの CD の数、うん、もっとあと5枚ぐらいあるんですけど。ああ、そう、うん、聞いてテンション上げて、うん、自分がリラックスするんだ。そうです。あのギターっていうのはやっぱりユズの影響なの？そうです。弾ける？あの弾けちょっと弾けるんですけど、うん、あの当時やってたあの親友の男の子がギター弾いてて、うん、ユズを弾いてたんで、うんうん、あ、うん、ユズいいねってなって、うん、へー。あのヤブカラスティック、つまりヤブカラ棒なんだけど、実はね、それも好き、それも好き、それも好き、ヤブカラスティックスタイプ。あとあのネミミニモーターなんて、ネミミニ水ね、うん、そうそう。ごめんね、私あの、うん、私の仲間では、うん、虫のインフォメーション大ブレイクです。虫のインフォメーション、つまり虫の知らせということなんですけどね。ごめんね、あのね、エニウェイなんですけど、ユズは私フレンドなんですよ。出た。で、マジで？ゆずのコンサート、うん、誘われましてね、うん、7万人のお客さんの前で、うん、ゆずと私とで、うん、トゥギャザーコントをやったことがあるんですよ。へー。ゆずさんがコントなさるの？そう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 、やるのよ。なんでそれ？そういう歌の合間に。あー、うん、で、その仕事をいただく時にですね、うん、あの実は私マンションに住んでるんだけど、うんうん、管理組合の役員やってたのね、うん、でその日は絶対ダメだってあらかじめ事務所に言ってたのよ。マンションの管理組合の、そんでその日集まる役員が集まる日だったの。介護があって、介護だから、例えばその、廊下で水漏れがするとかそういうの全部チェックしたり、あの夜中に水漏れてますよって言うとバケツ持ってそこ行って、うん、1年間だけどそれ、役員やってたんだよ。やったんだ。そんでその日はダメだからって言ってたんだけど、うんうん、マネージャーから電話があって、うん、あのゆずさんからルーさん、うん、声かけられて、うん、あの出てくださいって言うんだけど、うん、でもその日はちょっと管理組合があるからちょっとダメだよダメだよって言ったんですよ。どっちが大事なの。そして、うん、で、あ、そうですかっつって2回ぐらいかかってきたの。だから悪いんだけど、あの今回だけはごめんねっつって、でマネージャーと切ったのね。でその話を息子にしたのよ、その日。そしたら息子に怒られちゃって、当たり前だよそんなの、あんた何考えてんだと。そうですよ、ゆずってすごいんだぞっつって、もうすぐ電話マネージャーにして、あの仕事を取ってもらうようにしなさいよって息子に言われちゃって、そりゃそうだ、どうかげんでも聞いてるうちにみんな全員バカだと思って、そうだ、全く私がスキューピッド、つまりバカだということがそれで判明しまして、で私もゆずって聞いたことあるんだけど、うん、そんなにちょっとね疎かったんで、うん、であのマネージャーに謝って、うん、ぜひそれ入れてくださいっつって、でそんであのゆずさんとあのトゥギャザーできたわけ。トゥギャザーで、あれそれ管理組合のお仕事は誰が出されたんだ、うん、私はだからそれはあの休みました。休んだ、あまあ一日休んでもいいんだけど、まあ、2ヶ月に1回の会合だからね。、うん、どんだけ大事なんだそれが、ね、そりゃそう。それから、マジでも喜ぶけど、それから何回かあのあれコンサートに
呼ばれまして、あのだからよくあのいい席でね見させていただいたり、いいなって言ってますよ、ちょっと紹介してもらえばいいじゃん、だからよかったら紹介するよね、どうなんかテレザしようよこの、まあ、なんか PV とかにもし出れたらすっごい感動して、うん、泣きながらやると思うんですけど、うんうん、でもなんだろう、ずっとファンでいたいんですよ、だから、うん、あのなんか仲良くなったりだとか食事したりとかそういうのは嫌なんだ、なんか嫌だって、嫌なわけじゃないんですけど、わかる、グレイト、素晴らしい、素晴らしいな、あ、ミューラわかる、それミューラって ABC だけどな、わかる、あのあんまり近づくなると、うん、ちょっとなんか嫌なんだよね、そうなんです、ずっとファンでいたいんです、そうです、私も福山さんと何回かこう廊下ですれ違って声かけていただいたりとか、でまたねお仕事でたまにこうお会いしたりするんだけど、私絶対メールアドの交換しないもん、しちゃったらなんか嫌なのね、そうですよね、もうなんか違う、やっぱ私たちこう目をキラキラさせながらもうすごい素敵って思い続けたいのよ、そうなんです、いや でも私があの福山君と食事してる時に「まちゃみ来ない」って言ったら来る、行く行く、どっちなんだ、簡単だろ、いや簡単だけど、うん、その思いはあるよね、思いがな、でも純粋だよな、イノセント、ね、つまり純粋無垢なところ、今ね彼の話聞いてね、あのチキンスキンっていうかね、うん、取り上げちゃったっていう、あまりにも純粋すぎるから、そうだ確かに、チキンスキン、チキンスキンだからね、こういうね、あの純粋な気持ちってあるべきだと思うね、もうこの三浦君の思いをですね、なんとゆずの方に伝えました。何？なんとですね。なんだよ。ちょっと三浦君。ちょっと三浦君。じゃがんサインいただきました。おわ。よかったじゃない。よかったね。ほら。本当本物ですよね。当たり前でした。どうかゆずです。やば。ゆずです。ゆずです。え、本当ですか、もう本当ですか、どうするの、カボスって書かれてるの、書かれてるユズありがとうって、うわーやばこれ、やべえ、ちょっとハルマくんおめでとう、よかったね、泣いちゃったよ、うわ感動して、わかる、その気持ちがわかるよ、ありがとうございます、はい、どうぞ、はい、どうぞ、すげえ、あの涙こぼれちゃった、そしてスタッフも喜ぶよね、いや、ありがとうございます、はい、なんか嬉しいな、いいな、なんか死なないで元気出して、生きて、こういうふうにもっとね、家みたいな、でもよかった、いや気持ちわかるよ、気持ち嬉しいよね、やば、綺麗な目から綺麗な涙が、真珠のような、真珠のようなティア、つまり涙、あれこれお返します、いやいやいいですよ、記念に持ってってくれ、そうなんでしょ、絵描いたりとか、皆さんから見てゆうちゃんどうなの、いや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 、なんか、女優さんとしては、もうなんかすっごいお芝居を追求する方なんですよ、あの僕がゆうすけって役をやったんですけど、ゆうすけのこのセリフどう思うってあの軽く聞いたんですね、でそれに対してすっごい熱く熱心に考えてくれて語ってくれたんですよ、僕は軽いノリで聞いたんですね、だからその時はすごくびっくりしちゃったんですよ、そんなにあの真剣に話してないのに真剣に話し始めちゃったから、でもやっぱりこう考えるとなんか相手の役、自分だけじゃなくて他の人の役も一生懸命考えてくれる人ってなかなかいないんじゃないかなって、直線って感じがするよね、直線の子はどうですか、そういうなんか好きなタイプの女性っていうのはどんな感じですか、黒髪の女性が好きです、黒髪、黒髪って多いんじゃない、黒髪だよこれ、黒髪、みんな黒髪だ、髪が黒かったらいいの、いや今染めてるから、なんかなんだろう、こう加工してない、好きになった人に性格で必ずしもここの人がてか共通してる性格の部分がないっていうか、例えば元気な子もいるし、すごくおとなしい子もいるし、でも共通してるのは黒髪だけ、へー、あ、要するにちょっと茶髪だったりとか、ちょっとメッシュ入ってたりとか、そう、まあ私だけどな、そういうのはちょっとやっぱダメだよ、ダメじゃないんですけど、この黒髪が今まで好きになった方をこう統計するとってことでしょ、たまたまそうだ、黒髪に色気を感じるの、でもなんか例えば学校のクラスの子で、すごい茶髪の子がいきなり
次の日黒くしてきて、うん、来たらドキッとなっちゃう、うん、一日中ちょっとお黒髪だ。おっと黒髪かよ、新しいバージョンだな、うん、それロン毛でもショートでもいいんだ。まあその人に会ってれば。おい、じゃあもうあややなんか最高じゃないですか。黒髪ですよ。はい、素敵です。素敵だよね。やった、してよかった。私茶色だよ、うん、みんな言ったけど茶色だよ。茶色だよ、うん、これちょっと軽く喧嘩売られてるみたいな感じですけど。ああほらほら、モテないね。だけですから。なんか聞いたら浮気の条件とかってあって、1回の浮気だったら許すみたいな。あ、許しますね。で何回までだったらいいの浮気は？2回はあのすっごいへこむし、うん、あの別れると思うけど、もしかしたら、うん、あのやっぱ許しちゃうかもしれないです。3回目はないですね。3回目はない。これは絶対ないです。これどうなの？でも優しくない？1回はもうしゃあないなーって。1回は許そうっていう、その哲学はどっから出てきたの？哲学なんですか？いや、わかんないけどね。こんな若くてね、こんな若くて1回の浮気は許すぞっていう、うん、すごいね。普通は嫌だと思う、だってなんか気の迷いは絶対ありそうじゃないですか、1回ぐらい。ということで自分も1回ぐらいはしちゃうかもしれない。許してくれよっていうふうなタイプ。いや別にそれは思ってないですけど、うん、ちゃんと好きになったらやっぱりちゃんと、うん、ていうか気の迷いが起こるような女の子ってことは相当美人っていうかね、モテる女の子なのかな、うん、相当美人でモテる女の子に迷いないですけどね。あ、かなり羨ましい目線ですよね。すごいね。ねえ、じいちゃん的にはもし彼氏できたら浮気はどこまで、うん、もう一回は許せる。一回は許せる。びっくりしますよね、まずね。そんなことあった、あ、さよなら。そうだよ ね、 ね、仕事普通はそうだよ ね、 だね。珍しくない？一回でも嫌なもん嫌でしょ。いや嫌ですけど、うん、それはだって付き合っててもやっぱりあの素敵な方見たら、うん、うわ素敵だなとか思うじゃないですか、うん、それでミラ君ちょっと今本当にこう私を久しぶりにこうやって私の方が近いのにこうやって素敵な人があるんだちょっと気遣いよお前でも、うん、これいい。あのね、あげたい。なんとも言えないふわふわ感があって、お好み焼きでもないしもんじゃ焼きでもないし、そのいいところとした中間の感じだね、うん、明石焼き似てる。明石焼きわかりますか、うんうん、明石焼き普通に美味しいわ、うん、どうミラ君、うん、はい、うまい。暑いのね。暑いね。暑いか。三浦さん、その手はどうなさったの？そのバンドエイドは。あ、これは、うん、あの料理してたら切っちゃいました。あれ、料理するの？何作るの？唐揚げとか。唐揚げなんだ。唐揚げ、僕の唐揚げきっと美味しいですよ。三浦君、それは私を誘ってることですか？違いました。わかりました。了解。楽屋を直撃。メレンゲ楽屋ツアー。イエーイ。今日は三浦春馬くんの楽屋。匂いが違う、匂いが違う。すごい。失礼いたします。お邪魔します。はい、春馬さん。お疲れ。お邪魔します。やったね。あ、そうか。そういうことですよね。初めてだね。え、そうなんですか。若い男性の間、見て私服かっこいい。これ私服？はいはい、両方とも？あ、そうです。で、ジャケット。はい、そうです。ちょっとごめんね、春馬。はいはい。この組み合わせ超可愛いんですけど。可愛い色気ですね。おしゃれだな。このベルトも可愛いし。ありがとうございます。おしゃれ。あ、どうも。いやー。やめてよ。いい匂いした。これで2週間は元気だ。ありがとうな。続いてカバンの中身を拝見。じゃあちょっとカバン。はい。カバンも可愛いんだけど、男の子のカバンってどうなってる？本当ですね。カバンの中っていうのは。春馬くんセンスいい。これはそう、あの携帯につけてるストラップなんですけど、いい、あれかわいい。ずっと馬のストラップがいいなって言ってたらお母さんが、またそう、お母さんまたかわいいじゃんこれ。そう、かわいいんですよ。なんかこうなってる感じが、画面も拭けるしねこれね、うん、いや拭きはじゃないですけど、ちょっと待ち気味でいい？どうぞどうぞ。あ、これこれ、あれ、いやいや普通にこうやっていいの？はい。猫だ。猫です。なんで猫なの？あの僕の家にペットを、猫が4匹いて、うん、犬が4匹、はいはい、2匹いるんですよ。え、お母さん面倒見てるんですよ。はい。でもあの外にも野良猫がこういっぱいいるんですよ。あ、それ合わせたら多分10匹ぐらい。
うわ、かっこ偉いな。うん、好きですね。あれ、また携帯あるじゃん。そうなんですよ。なんで2つもあるの？これウィルコムって言って、あ、知ってる、知ってる、ね、ただなんだよね、通話が、はい、え、はい、通話ただ、ウィルコム同士は。そうなんですよ。私はもうお姉ちゃんに言われて全部ウィルコムに変えられて、あれ、ソフトバンクじゃなくて、うん、ウィルコムっていうのがある。ウィルコムはウィルコム、ウィルコム、ウィルコムじゃないですよ。2時間半通話がね、ゼロ、あの0円なの。時間帯も関係ないんです。時間帯も関係ない、いつでも。だから恋人同士は2時間半かけて一度切るでしょ、もう1回かけるって言っても延々にずっと喋る。そんなのあるの？はい、これはかわいい、寒いので。おー、手袋、手袋、これもう、ちょっとはめていいですか？どうぞどうぞ。買ったの自分で？いや、あの、もらい物です、これ。プレゼントだ、これ。そうですね。あれ、誰から？いや、友達からです。本当ですか？うん、本当に。見てください、悲しいかな、親には出ません。うわー、手ちっちゃいんですね。手ちっちゃい、手ちっちゃいなんて可愛いでしょ。可愛いです。ありがとうございます。どうですか、こんな黒髪は。この黒髪どうですか？それは香水です。おお、つけるんだ。つけますね。いいですか、使って。あ、どうぞどうぞ。あ、ごめんなさい、これ外すんですね。まさかと思いましたね。まさかがここにいますよ。一生入んない、つけないわ。つけないわ。だからこぼれないんだな。どうどう。あ、爽やか。爽やか。爽やかだよ、なんか石鹸の匂いだから。これ男性の？いや、わかんないです。なんかこれすごいいい香り。本当ですか？自分で買ったの？これは自分で買いました。え、好きなの香水？最近なんかなくなりそうだったから買ったんです。え、いつもつけてんだ、じゃあ。はい。珍しくない？男の人で香水好きな人。そうですか。うちの14歳のバカボンもつけてる、うん、あら、バカボン色気ついちゃった、うん、色気ついちゃったね、うん、パブリーズと香水と一緒につけてる。パブリーズで匂い取ってから、こいつ。自分の匂い消してどうすんの？パブリーズ。14歳のね。14歳のね。あ、これか。いい香りだ。いいね。あ、じゃあ、ちょっと財布。あ、あと財布か。そうです。財布見られる。財布、なんですかこの、こういうほら、マック系の。なんだこれ。あ、ミスドとか。あ、これミスドドーナツばっかりじゃん。そうなんだ。ドーナツ好きなんだ。ドーナツ食べますね。これでポイント貯めて、いいものをあったら、ちょっと買うんだ。そう。はあ。なんだこの子さ。ビッグエコーの10番オープンね。ビッグエコーエコーね。歌うんだブラ。500円。カラオケです。カラオケ。カラオケ行く。行きますよ、よく。何歌うの？まあ、ゆずだと思う。でもゆずさんはほら、あの、すごく高いからキーが歌えないんですよ。でもなんかあれですね。昔の歌とか。あ、トゥルーラブだったりとか。ナイス選曲、トゥルーラブ。あ、何も言えなくてなとか、いいじゃん。なんか昔の曲をお父さんがよく歌ってたので、それがすごくいいな。何歳だよお父さん。ちなみにお母さんいくつ？母さんは45ですね。素敵。わ、お母さんの方上なんだ。ちょっと上だね。でもいいじゃない。45と41のお母さんとお父さん、顔見たいな。男前と美少年ね。うん、そんなことないです。お母さんは可愛いですけどね。お母さん可愛いんだよ。こうやって言えるこのお年ですよ。息子さんにそう言ってもらわないと。お母さん可愛いよねって。お母さん妖怪みたい。今お母さん妖怪みたい。いいね。じゃあちょっと中身を。じゃじゃん。はい。ん？1、2、3、4、あれ？ 5。あれ？ちょっと待ってください。高校生だからね。はい、うん、あ、そっか。うん。5000円か。なんか基本的に、あの、そんなに持たないです。ねえ、お小遣いとかもらうの？うん、お小遣いもらいます。ギャラはお母さんが。お小遣い制なんですか？そうですね、僕、うんうん、え、じゃあその本当にギャラは全部親に預けてお小遣いもらう？まだ未成年なので、うんうん、あの、やっぱり僕に直接会社からは給料はなくて、うんうん、綺麗にしてるね。ちゃんとしてる。そんなもの何もないね、うん、ブレスケアも男の未来さ、いつでも中オッケーみたいな。またまた。年頃だからこれ。ねえ、してくださいよ。